はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年12月の24日金曜日、現在時刻が17時57分です。週末を迎えております。今日はクリスマスイブですね。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。今日のマーケットですが、まず仮想通貨市場、ビットコインは約2週間ぶりの高値となっております。ビットコイン現在の価格が51,080ドルと5万ドル台を回復いたしました。時価総額第2位のイーサリアムも4096ドルと4000ドル台イーサリアム回復でございます。24日の仮想通貨市場ですが、ビットコインは約2週間ぶりの高値、5万1000ドル台回復。リスクテイク意欲が、ね、今高まっているということでございますね。今日の、ね、仮想通貨市場なんですけども、ビットコインアジア時間に入りまして、値段が、ね、跳ね上がってきました。5万1000ドルまで、ね、駆け上がってきました。これが、ね、約2週間ぶりの、ね、高値ということですね。今金融市場全体がです、ね、ポジティブなセンチメントに傾いているということ、まあ、ここが、ね、支えとなっております。ビットコインですけれども、直近2日間で、ね、4% 上昇していたんですが、今日は、ね、さらにそれに、ね、上乗せする形での上昇となっております。イーサリアムもです、ね、4100ドル付近で、ね、推移ということですね。アメリカ株式市場の方でですね、 S&P500 ですね、これがね、昨夜23日ですけどもね、史上最高値を更新いたしました。まあ、こういった流れからですね、今グローバル市場全体がですね、リスクテイク意欲がね、上向いているということ、ただですね、今世界の中央銀行ですけども金融引き締めにね、動いております。なのでですね、まあ、今後どういう方向性にね、なっていくかというところはね、まだ、まだ今舵取りを切っている状況ですのでね、まあ、手放しで喜ぶというよりもですね、今ちょっと一旦見定めながらというところなんですが、一旦のね、まあ、底入れからの現在ね、反発局面かなと思われますので、まあ、どこまでね、値を戻せるかというところですね。ビットコインですけれども、これ日本円で見ていきますと、現在の価格がですね、585万1000円ですね、 5.95% 上昇。イーサリアムは 4.41% ね、上昇の46万8000円というね、これが日本円での、ね、価格となります。それではですね、仮想通貨関連その他のニュースを見ていきたいと思いますが、こちらですね、5万ドル台回復のビットコインですけれども、一方でですね、今サンドなどメタバース関連銘柄で、ね、今日はね、かなりの資金がね、流入してきております。こちらがですね、時価総額になるんですけど、メタバース関連ですね、 NFT 関連の時価総額ですけども、ディセントランドはですね、14.99% とね、大きく上昇しておりますね。でアクシーインフィニティは 5.55% 上昇で、サンドボックスも 22.73% 上昇とね、大きな上昇となっておりますね。あとですね、このエンジンコインですね、11% 上昇、335インとですね、こちらにもメタバース関連がですね、大きな上昇、チリーズも 9% ね、超える上昇となっておりますですね。今メタバース関連が非常に強い動きとなっておりますね。こちらですね、個別の銘柄ではですね、このメタバースが大きな上昇となっているんですけども、ディセントランドがね、ディセントランド、サンドボックスなどね、まあ、15%、サンドボックスに対しましては 21% の、ね、大きな上昇となっているほか、エンジンコインも、ね、8.6% 上昇ということでですね、まあ、エンジンコインは国内の、ね、上場銘柄であるというところなんですけども、まあ、この、ね、メタバース関連のセクターがですね、再びまた循環物色の流れが来ているというところですね。これはですね、世界の4大会系のコンサルティング会社の一つであるプライスウォーターハウスクーパスがですね、 NFT を利用したメタバース、仮想空間ですね、ゲームでザ・サンドボックスのバーチャルの土地ランド購入について、親会社のアニモカが発表したことなどが材料視されているということですね。まあ、こちらの今 NFT のまあ土地ですね、土地をめぐるまあバーチャルの土地なんですけども、まあ、そこにね、まあ買いが入っているっていう、結構ね、競い合ってね、買いが入っているというところもありますので、今やっぱりその空間の中のね、土地を結構ですね、まあ、今非常にこうそこに注目集まって、いろんなこうまあね、企業などがこう集まってこう買ってるというところもありますので、まあ、今回はですね、このアニモカというね、会社が
買ったというところですね。まあ、これがまあ非常に、ね、大きな会社であるというところで、まあ、そういうところもあってですね、メタバース関連で今非常に盛り上がっているところですね。あともう一つですね、この同じく NFT 関連のニュースで見ていきたいと思いますが、今ですね、世界の検索需要で NFT が仮想通貨を、ね、初めて上回るというこういう、ね、記事が出ております。これがですね、 Google トレンドによるとですね、クリスマスまでの1週間で NFT という用語の、ね、グローバル検索数がですね、クリプト仮想通貨を上回ったということなんですね。 NFT 検索のトラフィックの急増はデジタルコレクティブが普及しつつあることを示しており、 NFT マーケットプレスとして最も人気のある分散型プラットフォームであるオープンシーでの取引は100億ドルを突破しているということなんですよね。でまたこの NFT に関しましての需要なんですけども、大幅な増加というところで会社のほぼ全ての側面において顕著になっているということですね。まあ、主なところではナイキやアディダスなどね、消費者ブランド、こちらがですね、メタバースや NFT の領域に次々とね参入してきているというところなんですね。ということもありましてですね、今非常にまた NFT ですね、いや仮想メタバースですね、こちらがね、盛り上がっているというところですね。まあ、それによりましてこの大幅な、ね、上昇ですよね、14% 上昇、サンドボックスに対して関しまして 22% 上昇などですね、2桁台の、ね、上昇を続けておりますもんね。エンジンコイン 18% 上昇というこういう形でですね、非常に、仮想空間でありますメタバースですね、こちら、そして、ゲーム関連であったりですね、バーチャルな土地、今非常に、この NFT メタバース関連が盛り上がっているというところでございます。それではですね、その他の仮想通貨関連のニュースを見ていきたいと思いますが、こちらはちょっとね、ネガティブなニュースになりますが、アメリカの SEC ですけども、ビットコイン現物の ETF 申請を、ね、2件却下したという、こちらのニュースでございます。米証券取引委員会ですね、SEC ですけれども、仮想通貨のビットコインに連動した ETF です。ETF というのは上場投資信託ですけれどもね、このね、申請を、ね、2件却下したということでございます。まあ、それがですね、22日付の通知によりますと、バルキリービットコインファンドと、クリプトインビットコイン ETF トラストの ETF 上場申請はいずれも基準を満たしていないため、承認されなかったということなんですね。でこの SEC ですけども、申請が詐欺、操作的行為、慣行を防止し、投資家と公共の利益を保護するために設計されている基準を満たしていないという説明したということですね。で SEC ですけども、10月にはですね、プロシアードのビットコイン戦略 ETF と、バルキリービットコイン戦略 ETF のビットコイン先物 ETF のにもね、先物の方は承認して、もうすでに、ね、こちらは上場して、してるんですけども、まだですね、ビットコインの現物 ETF ですね、こちらの方の申請はですね、まだ承認されてないということなんですよね。まあ、これがですね、ビットコインの ETF ですけども、まあ、これは、ね、まあ、来年2022年のどっかでですね、承認されるんではないかなと思うんですけれども、またビットコインの現物の ETF が、ね、承認されたらまたさらに、ね、盛り上がるとは、ね、思うんですけども、まあ、現時点ではですね、また、まあ、審査の方も厳しいというところもありますので、まあ、審査が厳しいということはですね、まあ、それだけやっぱりしっかりとしたこう、ね、ルートが、ね、できるということもあり、道筋ができるというところもありますので、これは、ね、やっぱりね、SEC もしっかり審査していただいてですね、まあ、こういう詐欺であったりね、操作的行為が、ね、行われないようなね、そういうようなね、しっかりとした道筋を、ね、作っていただきたいなと思いますね。まあ、ただビットコインの ETF に関しましては2022年のどっかのタイミングで、承認されるんではないかと思います。その他の仮想通貨関連のニュースを見ていきたいと思いますが、こちらも、こちらもですね、ネガティブなニュースになるんですけども、ビットコインですけども2022年に大幅な下落の可能性があるということをですね、これクラーテンのね CEO の方が指摘しているということですね。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨の価格が世界中央銀行の景気刺激策の縮小に直面し下落している中で、アメリカを拠点とする仮想通貨取引所のクラーケンの CEO なんですけども、方なんですけども、2022年にビットコインの価格が劇的に下落する可能性があることを警告いたしました。
クラーケの CEO のジェシー・パウエルさんという方なんですけども、12月17日のこれはブルームバーグのインタビューで答えたようなんですけども、多くの人が4万ドル以下に下がった時が買いだと考えているということを述べ、ビットコインの価格が冬の間に4万ドル以下に下落する可能性があるということを、ね、付け加えておりました。こちらのパウエルさんですけども、私の場合は数ヶ月前に3万ドル近くまで下がった時に個人的に買っていたということですね。で、多くの人が底値で買いを入れるための資金を今確保しているという、ね、パウエルさんは話しております。で、8月にパウエルさんは2021年の年末か2022年の初めにビットコインの価格が10万ドルまで、ね、上昇していることがあり得るということを話していたんですが、まあ、そのことを、ね、指摘されたようなんですけども、相場の先行きを予測するのは難しいと述べつつも、長期的には強気の見方を崩していないと主張いたしましたね。ロングタームのトレンドを見るとビットコインは一貫して上昇基調にあるということで、私がいつも人々に言っているのは、ビットコインを買おうと思うなら5年以上のスパンで考えるべきだとパウエルさんは、ね、おっしゃったようでございます。で、12月に入ってからはですね、他の仮想通貨市場の関係者も警告を、ね、発し始めているんですけども、年末までにビットコインが10万ドルまでに到達するのは難しいだろうということですね。まあ、年末までということでも1週間しかありませんのでね、2020年の末までに、ただ来年の末までにはね、10万ドルになるかもしれないということで、ね、自信は知らないんですけど、まあ、自信は持てないということも述べていますね。今他の人々ですけれども、 FRB をはじめとする世界中央銀行が景気刺激策の縮小、まあ、テーパリングの縮小とか利上げですね、を数名の中で様子見のスタンスを、ね、市場は、ね、広めているということで、まあ、そういう、ね、先を、ね、見守っていきたいというところですね。まあまあ、来年、まあ、そういう、まあ、これは結構、ね、いろいろ言われていることであるんですが、株式の相場もそうなんですけども、まあ、利上げが、ね、来年アメリカの方で3回行われるというところ、2023年に対しても、ね、3回行われるというところもありますので、まあ、当然これはですね、ビットコインに対してはネガティブに作用することであろうというところはね、それはあるんですけども、まあ、そういうところも踏まえた上でですね、まあ、一時的に、ね、この冬の、こちらのパウエルさんですけども、一時的に冬の時代が 冬場の間にですね、ビットコイン4万ドルまで、ね、下落する可能性も、ね、あるということを言っております。まあ、ただですね、まあ、長期的には2022年来年の末には、ね、10万ドルを、ね、回復してる、10万ドルに向かってるだろうということですので、今現在5万1000ドルですけども、ここからですね、まあ、1万ドルぐらいまで下がって、また、2022年の年末にはこの結構ね、倍ぐらい、10万ドルなので、ね、倍ぐらいにはなってるんじゃないかという、まあ、そういうふうなね、ことですけども、まあ、これはね、まあ、各それぞれの方の予測ですのでね、どうなるかというところでございますね。まあ、あくまでも参考としてですね、こういう、いろんな方のですね、言葉をね、聞いて、自己判断していただけばいいんじゃないかなと思いますね。まあ、こちら、まあ、仮想通貨取引所のね、クラーケンの CEO の方ですので、まあ、非常に、まあ、精通している方ですので、ね、結構言葉の発信力は大きな意味はあるかと思います。それではですね、今度は昨夜のアメリカ株式市場のを見ていきたいと思うんですけども、ニューヨークダウですね、196ドル高でした。0.55% 上昇。ナスダックも131ポイント上がりまして、0.85% ね、上昇いたしました。で、S&P500 がですね、29.23ポイント上がりまして、4725ドルとですね、史上最高値のね、S&P500 はね、回復いたしました。ニューヨークダウなんですけども、まあ、3日続伸ということとなりましたね。こちらがですね、今のオミクロン型への、ね、懸念が今後退しているというところですね。アメリカ株式市場ですけども、このオミクロン型の、ね、感染による入院や重症化のリスクが低いと、ね、まあ、調査結果が今相次いでいるということが、これが、ね、投資家心理の改善につながっているということですね。で、機械や素材などの景気敏感株中心に今、ね、買いが入っているということですね。で、こちらの S&P500 ですけども、3日続伸ということでですね、これ2週間ぶりに過去最高値を、ね、更新いたしました。
オミクロン型なんですけれども、この感染については21日から22日にこれはイギリスで、ね、2件で、南アフリカで1件の調査結果が、ね、これ公表されました。いずれもデルタ型などの他の変異型に比べるとですね、入院や重症化リスクが大幅に低いことが示されたということでね、まあ、毒性に関してはまあマイルドであるというところ、で厳しい行動制限が課されて経済活動が停滞することへの警戒感が、ね、まあ、後退したということでですね、アメリカ株式市場ですね、まあ景気敏感株もハイテク関連も買われた状況ですね。ナスダックなんですけども、こちらも、ね、3日続伸というところですね、 0.85% と、ね、強く上がりましたね。個別の銘柄でですね、テスラですね、テスラが昨日は、ね、6% 高とですね、大きく上昇いたしました。テスラは前日も、ね、大きく上昇してたんですけども、連日での、ね、大幅上昇ということですね。まあ、このテスラの CEO であるイーロン・マスクさんですけどもね、イーロン・マスクさんが、まあ、保有してる、ね、テスラ株の 10% をもう売却するって言って、それを税金に充てるということを言ってたんですけども、その、ね、売却がほぼ終わったということもありまして、テスラ株ね、大きく上昇いたしました。あとそうですね、ガーファムに関しましてもマイクロソフトは 0.45% 上昇、アップル 0.36% 上昇、グーグル 0.34% 上昇、フェイスブックメタは 1.45% 上昇、アマゾンは 0.02% 上昇とね、まあ、ガーファムに関しましては小幅ではありますがね、上昇いたしましたね。半導体の NVIDIA も 0.82% 上昇、まあ、こう見た感じでもですね、まあ、赤い下がっている銘柄が少ないというところもありまして、アメリカ株式市場はですね、しっかりとした動きとなりました。それを受けました本日の東京株式市場なんですが、日経平均株価ですね、日経平均株価今日は、ね、小幅に下がりました。15円安でした。 0.05% 下落ですね、反落ですね。終値が 28,782 円で取引を終えました。トピックスもですね、2.65% とね、 2.65 ポイントと小幅に下がりましたね。 0.13% の下げでございました。本日の東京株式市場ですけども、4日ぶりの、ね、反落ということでございます。今日はですね、アメリカ株式市場がですね、休場となりますクリスマス休暇ですね、となりますので、東京株式市場もですね、持ち高を引き方向に傾ける動きで、ね、限られたということで、日中の値幅は、ね、96円で、ね、まあ1日の値幅が非常に狭かったというところですね。まあ、これがですね、2020年の12月25日以来1年ぶりの小さだったということですね。まあ、あの今クリスマス休暇にね、アメリカ入っておりますので、そういうこともありまして、東京株式市場もね、非常に動きが小さかったということですね。ただですね、アメリカ株式市場の上昇がですね、まあ、3営業日続いてたというところにまして、朝方はね、買いが入ったんですけども、まあ、反面ですね、収支に2万8000円を下回る水準まで下落した後、昨日はですね、3日間で800円超えで、ね、上昇しておりましたので、そこから、ね、戻り待ちの売りも出たということでですね、小幅な下落となりました。まあ、今日はですね、そういうこともありまして、海外勢がですね、休暇に入っておりますので、クリスマス休暇に入っておりますので、商いが、ね、非常に低調だったということですね。で、東証一部の売買代金ですけれども、これがですね、まあ、これも1年ぶりの、ね、低水準だったということですね。で、今日はね、東証一部の値下がりの銘柄数が1173とですね、全体のまあ5割の銘柄がね、値下がりしたというところですね。で、値上がりは884銘柄だったというところですね。で、変わらず127銘柄だったということでございます。まあ、これでね、本日の東京株式市場はね、取引を終えましたね。じゃあちょっと為替の方も見ていきたいと思いますが、ドル円ですね、114円と385円と、まあ114円台、まあ、今日はね、ほとんど動きがありませんね。ユーロ円は129円と685円ということです。こちらは若干ユーロがね、買われ、円が売られてるかなという、そういうふうな水準でございます。そしてアメリカの10年債国債長期金利ですが、こちらがですね、ちょっと
と上昇してきましたね、長期金利ですね。これはね5分足チャートなんですが、現在 1.493% ということでですね、昨日のねアメリカ時間からですね急に上がってきまして 1.46% ぐらいだったんですけども、そこからですね結構 1.5% でタッチするぐらいまで長期金利ね上がってきました。で現在は 1.493% と、まあ、1.4% の後半、 1.5% の、ね、手前という水準ですね。まあ、そういうふうな長期金利の動きとなっております。それではですね仮想通貨の価格帯をですね今度は見ていきたいと思いますが、ビットコイン現在ドルベースで言いますと 51,137 ドル、イーサリアムは 4,102 ドルというところですね。日本円で、ね、見ていきたいと思いますが、ビットコイン585万3000円、 6.02% 上昇、大きい上昇ですね、ビットコインですね。イーサリアムは46万9000円、 4.63% 上昇。バイナンスコインは、3.98%、ね、上昇しております、62,697円。そしてソラナは 6.34% 上昇、そのまま上げておりますね、21,785円。カルダのエーダ、カルダの 9.14% 上昇、166円、上げてますね。リップルは小幅な動きですね、ほぼフラット112円。まあリップルもですね1ドルを、まあそこら辺のね1ドルの水準を目指した動きとなっておりますね。テラすごいですね、17% 上昇、11,396円、大きいタイプの 17% 上昇。アバランチは 3.45% 上昇。ポルカドットも上げてましたね、 7.92% ポルカドットを上げております。同時コインは 3.76% 上昇、20円ですね。柴犬コインは 7.99% 上昇ですね。ポリゴンは 1.5% 上昇です。でライトコインは 6.41% 上昇、上げますね、ライトコインですね、18,849円、 6.41% 上昇となっておりますね。ユニスワップは 7.83% 上昇、こちらもね上げておりますね。そうですね、アルゴランドは 11% 上昇、上げてます。ビットコインキャッシュ 5.28% 上昇、52,577円ですね、ビットコインキャッシュ 5.28% 上昇。トロン 5.11% 上昇。ステラルーメン 3.96% 上昇、ステラ32円ですね。ディセントランド 15.32% 上昇、 OK 上げてます、426円。アクシーインフィニティ 5.79% 上昇、アクシーインフィニティは 12,243円ですね。このように強い銘柄、サンドボックスですね 23.75%、 ひときわ大きな上昇となりますサンドボックス、メタバース銘柄ですね、719円、大きな上昇です。イーサリアムクラシックも 7.66% 上昇と上げておりますね。イーサリアムクラシック4362円です。テゾスも 4.45% 上昇、546円上げてますね。このように仮想通貨市場ですね、非常に今日は大きな、結構2桁の上昇をね、見せている銘柄もねいくつも ありますので、エンジンコインね 12.86% 上昇、336円ですね、上げております。エンジンコイン、メタバース銘柄ですね。チリーズ 9%、 9.05% 上昇、35円とね強いですね、チリーズもですね。 NFT 銘柄、このようにですね仮想通貨市場活況ですね。ネム上げましたね、 8.18% 上昇、16円です。ネム 8% を超える上昇、時価総額第100位までを見ておりますが、このようにですね、今日は OK とあげます。クアンタム 8.27% 上昇、1165円です。クアンタムも 8.27% 上昇ですね。このように、ね、仮想通貨市場非常に活況ですね。まあ、ビットコインが5万1000ドル、でイーサリアムも4100ドルとですね、まあ、どこまで値を戻せるかというところですね。まあ、ここからですね、来週ですね、来週で2021年は
終わりますが、まあ、残されたあと1週間ですね。この間にですね、今一旦のもうほぼ税金対策の売りもね、ほぼほぼもう終わりつつ、まだ若干ねあるかも、数日間ありますけれども、まあ、ほぼほぼ終わりつつというところもありますので、まあ、その実質新しい、年にね、入っていきますので、来週からですね、実質マーケット的に新しい年に税金対策とかがね、新しい年に入っていきますので、そういった面でね、まあ、需給も良くなりですね、まあ、家族も値上がりしやすい傾向がですね、来週の特に1週間ですねの間は、起こり得るかなというところもありますので、どこまでね値を戻せるのか、ある程度ね市場最高値付近までねいけるのか、もしくは一気に駆け上がり市場最高値を超えるのか、仮想通貨市場ですね、まあ、非常に今、注目ですね。はい、はい、今日はですね、2021年の12月の24日のクリスマスイブということでございますのでですね、皆さん今日のですね、良い夜をお過ごしくださいました。それではですね、引き続き YouTube チャンネルご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。